このメロディーのミュージックビデオを捉えれる時の、まあ、ジャケットですね。ミュージックビデオのジャケットじゃない、CD とかのジャケットですね。ダウンロードのジャケット。このジャケットに3人のお顔が映ってます。この3人ですね。この3人のこのジャケット写真の笑顔の理由についてちょっとお伝えしていきたいなと思います。こちらの笑顔の写真は、江口さとるさんが、秋下さんが笑ってほしい。っていう思いがあったそうで、少し下品な話になってしまいますが、こう耳元でちょっとベロをこう動かす音をされたということで、それで何も無反応だった秋口さんが、無反応だったこと、うまくその井口さんが笑わせようと思ったことが失敗してしまった時に笑った顔だそうです。この時にも3人が笑顔になったそうで、すごくこの3人の笑顔の写真が素敵だなと思ってます。こういったジャケットに対してとかも、あとブレーメンと一緒にやるって中でも井口さとるさんがすごく行動されているっていうのがオールナイトニッポンで知れて、すごく私も嬉しかったなと思ってます。動画のコメント欄にサブチャンネルの URL を貼らせていただきますので、ぜひともまたライブ配信聞きたいなとか、まあ、カフェインイレブンのことは毎週やっていきますし、6月3日金曜日の20時からメロディーエモいポイントが今20個ぐらい出ているので、話していく回をやっていきたいと思うので、遊びに来ていただけると嬉しいです。